2446。うん、あ、ちょっと減ってるちょっと減った方がいいよね、この子ね。はい、ちょっと下ろして。うんと、じゃあ食べるのは1日5時ぐらいでしたっけ、この子。ちょっと今あの意識して減らそうとしてます。あ、本当。どれぐらいにしてます40くらい。そこ減らしすぎだよね、それは。減らしすぎ、うん、だってさ、50g で40ってだったらさ、何パーセント減ってるのこれ。 10% で 2割ですね。でしょ、2割は偉い。上下させるとしたらさ、5% から 10% にしてください。大体なんですけどね。大体、うん、ちょっとごめんなさい、もう正式かな。いや、いいですよ。だから、動かすならね、5% ぐらい動かすんだよね、うんうんうん、その方が大きいですよね、2割は。だから、5% でいくと 10で5だから 2.5g ぐらい、まあ、2g か 3g ぐらいずつこう上下させるのは私いいと思うんだけどね。やっぱね、水でふやかして食べてるんで、うん、結構それもね、なんか食べ切る時と食べ切らない時とかもあるし、はい、ちょっとなんか、なるほどね。で、まあ、水でやってる場合には食べきらんかったらさ、はい、あのもう下げちゃった方がいいよね、うん、痛みやすいし、これから時にね、30分から1時間ぐらい置いといても残ってたら下げていただくと。はい、基本的にでも、まあ、あの揚げないと食べないので。いや、これ全然すぼんでかんねえ。他は割りかしっていう気はするんだけど、まあここがさ、特別に膨らんでるからさ、僕はそんなに感じないんだけど、他もそれなりに大きいんですよ。こことかこれとか膝の後ろとかなかなかでかいですよ。うん、ちょっと調子にします。はい、ごめんね。でさ、呼吸苦しいことは全然ない。あれからあんなに苦しいのは見てないです。うん、あ、なるほどね。はい、そこまでこうゼーゼーに感じはない。わかりました。あんまりゼーゼー言われると怖いもんね。まあそうですよね。スヤスヤっていうのが結構多いかな。呼吸眼点字。あと、ね、いつもさ、光線照射療法って言って赤い光が出てるじゃないですか、はい、ちょっと昨日から調子悪くて壊れてしまって。あ、そうですね。3日4日はちょっと使えないんで台車が来ないし、ごめんなさい。やってあげたいんだけど。だから吸入と酸素療法はできますんで、それだけやらせてしまいます。バタッと倒しちゃったんだよね、ちょっとこう軽く、あ、持てないかな、ごめんね。よいしょ、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね。念願と言うと、よいしょ、ごめんね。はい、ちょっとデンタルケアやるね。ちょっと実家話していいよ。ごめんごめんごめん。もうちょっとペレット持ちはできないね、この子はね。はぁ、ね、ちょっと軽くブラッシングしたら、急に、あそこでいいよね、いつもね。で、この前さ、あのおしっこ調べたんですけど、はい、ちょっと検査センターに送ったやつね、うん、UPC、 U っていうのはおしっこのこと、ユリン、うん、P はタンパクプロテイン、うん、C はクレアチン、尿中のタンパククレアチン比で、まあ、フェレットの正常値ないんですけど、この動物だと大体 0.2 から、うん、
小さい数字 0.56 で犬が出てますわ 0.2 から 0.4 がグレーで 0.4 超えたらもう明らかなんですよ、うん、猫さんだと 0.2 から 0.5 がグレー、うん、これ以上だったら明らかなんですよで 0.56 だから、うん、ちょっと高いだからまた機会があったら調べるでこれが高いということは1回高いだけでは何度も言えないんだけど、うん、2回3回で高いんだったらそれはタンパク防止性でいいんですよ、うん、おしっこがタンパクにも出てますよ、うんうん、そうするとそういうおしっこにタンパクが漏れてる子は慢性腎臓病の進行が早いと言われてますから、うん、また機会があったらおしっこを調べさせてください、うんうん、1回だけじゃ何度も言えません、うんうん、この子おしっここうやって前調べたらそこそこの量が取れるとなかなか調べられないんで、うんうん、初めてだろうねお家でおしっこなんで取れそうあ取れようと思ったら取れるかもじゃあスポイトと容器を出してきますから、うん、あの1回分かそれとも2回分まとめて入れてきてもらってると調べれます、うんうん、そこさっきそこでしたのえ間違いであ間違って外でです外で外ですいませんいやいいですよじゃあ吸入ちょっと拭いてきましたはい吸入します